の啓太です。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ。今回のテーマはベンチプレスの目線についてです。この目線なんですけれども、実はこの目線一つでですね、全然ベンチのやりやすさだったりとか、重量だったりとか、フォームの、まあ、クオリティだったりとか、すごくいろいろ変わってきますので、ぜひ自分はどの目線が合ってるのかなっていうのを、まあ、この動画を通じてですね、今後の参考にしていただければなと思います。今ですね、僕がすごくおすすめしてるアイテムがこちらです。ミネクル168という商品なんですけれども、こちらすごく今僕愛用させていただいております。これ何にいいかっていうと、特にいろんな細かい成分だったりとか、正直あまり分かんないです。僕なんかミネラルっていうのだけは知ってます。もう体感してます。僕例えばですね、腕今日ちょっとなんか重だるいなっていう時、絶対皆さんあると思うんですよね。まあ肩もそうだし、スクワットやる方だったら足とかですね、とにかく重だるいな、そういう時にトレーニング30分前ですね、塗っていただくと軽くなります。これはもうなんか即実感していただけると思います。もう疲れてれば疲れてるほどめちゃめちゃ体感できます。でプラスですね、僕使ってるのがトレーニング後です。これ次の日にやっぱり疲れ残してしまうと、スポーツマンアスリートとしてはちょっとその辺が弊害になってきますので、必ずトレーニング終わった後ですね、もう一度今日かなり使ったなこの辺、まあ僕だったら大胸筋、三頭筋、それこそ肩、はい、僕肩に爆弾抱えております。その辺にしっかりと塗ってあげることによって、次の日のまあ体のバランスだったりとかすごく整えれるので、まあ疲れが残らないっていう形になっております。これはもうかなり僕実感しておりますので、ぜひぜひなんか見てる、まあ、仲間の方にもですね、ちょっと体験していただきたいなって実は今回強く思っております。で僕がですね、この YouTube 内でみんなにこれ体験して体験してって言っても、なかなか難しい部分って非常に多いと思うんですけれども、今回ですね、皆さんがお手軽に体験できる場所と時間が実はあります。そこでなんとかですね、足を運んでいただいて、無料ですので体に塗って体験していただきたいなと思います。はい、なんか僕のこの感動をですね、少しでも皆さんに味わっていただきたいなと僕は思っております。場所と日時なんですけれども、東京ビッグサイトです。3月17日から3月19日この間にですね、展示会、こちらですね、出展するらしいので、お時間とご都合が合う方はですね、会場に足を運びいただいてですね、こちらをちょっと体験していただきたいなと思います。心から切実に思っております。ベンチプレスではなくてもですね、ボディメイクの方もそうだと思います。とにかくやっぱり疲労が敵だと思うんですよね。もちろん仕事とかもそうですよね。仕事での体の疲労、どん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 溜まって結局爆発してぎっくり腰になるとか、はい、非常に多いと思うんですよね。そのケア用品としてすごく抜群です。何よりもいいのが、これ塗ってると肌がスベスベになります。はいその辺も僕としてはなんかすごくありがたいなって思っております。ぜひぜひご来場いただいてですね、無料ですのでお試し体験いただければなと思います。ベンチプレスの目線なんですけれども、これ何がいいかって、実は人それぞれなんです。この自分にとって一番いいベンチプレスの目線ですね、これを理解してやっていただくと、練習内容だったり重量の伸びだったり、これ全然変わってきますので、早い段階のうちに自分のいい目線っていうのを決めといていただくといいです。この目線の種類なんですけれども、大きく分けて3つあります。まず1つ目は、完全にシャフトを目線で追う人です。ずーっとシャフトを見ていただく形ですね。シャフト、まあシャフトというかこのボッコですね。このボッコで今日も解説していきます。で、このボッコをずーっと目線で追っていただく人です。もちろん首は実際はベンチやるとき動かさないので、はい、今はちょっとわかりやすくなんとなく首も動かします。とにかくシャフトをじーっと見るパターンです。これまず一つ目です。2つ目、ぼーっとシャフトを見る方です。まずはシャフト取って受けました。なんとなくこの辺シャフト付近を見ときます。自分のブリッジの胸の高さですね、この辺もぼんやり見えてます。目線をずらさないでスーッと下ろします。はい、この時にこの辺ぼんやり見てますよね。見てるんですけれども、胸もぼんやり見えてます。でシャフトもぼんやり見えてます。で上げてまたぼんやり見えるっていう感じですね。はい、とにかく目線をずらさずにぼんやり全部見るっていうパターンです。で最後もう一つ、完全にシャフトから目を離しちゃう。シャフトを持ちました。シャフト最初見てますよね。はい、この状態からシャフトから完全に目線を外しちゃう人、はい、これもうシャフト見えない位置に下ろしちゃう。
この3つのパターンがあります。これ自分がどの位置が正しいか、どの位置が一番やりやすいか、まずは試していただくっていうのが非常に大事になります。ここで一つ、最後の三つ目の目線を完全にシャフトから外しちゃう。シャフトを相当下の方に下ろします。はい、お腹側ですね。お腹側に流すようなベンチをやらない限り、シャフトが目線から外れないです。なんで、自分は下の方に流すタイプですよ。シャフトが完全に目線から外れちゃった方が、しっかりとベンチが上がるっていう方は、相当下に流す方限定にはなっちゃいます。シャフトを相当下に下ろす方は、目線で追ってしまうと、まあ首が浮いちゃったりとか、フォームを崩さないといけなかったりとか、もうお腹ですね。お腹の方に流してるのに、お腹を縮めないといけなかったりとか、はい、すごくいろんな違う弊害が出てきますので、これは明らかかなと思います。問題は1番と2番ですよね。シャフトを目で追った方がいいのか、ぼんやり見た方がいいのか、この1番2番の見分け方なんですけれども、これ簡単です。はい、まずは1番のシャフトを目で追ってみてください。で、シャフトを目で追ってみて、もちろん自分の中で塩梅がいい、出力が出る、出ないもそうなんですけれども、シャフトを目で追ってみたときに、目で追ったせいで、まずはフォームが崩れる。これ、確実に1番ではないです。もう一つ、シャフトを目で追ったせいで、下ろすシャフトが本来はこの辺に下ろしたいのに、目で追っちゃったせいで上の方に来ちゃった。目で追っちゃったせいで上ですね。この方は確実に1番ではないです。この消去法で自分はどれかというのを選んでいただきたいなと思います。1番が当てはまる方は、とにかく塩梅がいいです。目でシャフトを追っていただいても、全然フォームも崩れないです。なんなら自分が下ろしたい場所に、スッと降りるはずです。ここだっていうところに目線で追ったおかげで下ろせるはずです。なんで、こういった方は確実に1番を使っていただいた方がいいかなと思います。ただですね、ベンチプレスすごくいろいろ変わります。まあ再三僕違う動画でも言ってるんですけれども、今はこのフォームというニュアンスでお伝えさせていただいてます。この今はっていうのがすごく大事になります。なぜなら、筋肉量だったり、体格だったり、テクニックだったり、ブリッジの柔軟性だったり、すごくいろいろどんどん変わるはずです。むしろ変わらないといけないです。自分が重量をアップするため、強くなるためには、いろいろアップデートしていかないといけないです。このアップデートしていった中で、必ずその目線だったりとか、いろいろ変わってきます。将来的にすごくブリッジ高くなって、お腹の方にシャフトを流すようになりました。じゃあそのまんまずっと自分一番だから目線追ってくタイプだからって追ってったら、全然変なことになっちゃいますので、その時はしっかり自分はこの時が来たんだなっていうのを理解していただいて、変えていただくのが非常に大事になってきますので、まずは今の自分はどのタイプかなっていうのを考えてやっていただきたいなと思います。これ何も考えずにただただやっていって、それが合ってる側だったらいいんですけれども、もし間違ってる側だと、どうしても調子がいい日悪い日、とにかくムラがあります。なんかしっくりこないまんま、どん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 先に進んじゃいますので、今これ動画見ていただいた方は、ちょっと試していただいて、自分今やってる目線だったりとか、その辺合ってるのかなっていうのを確認していただくだけでも十分かなと思いますので、ぜひぜひ試していただきたいなと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。この目線ですね。目ってすごく視覚の効果って大事です。まあ、人間嗅覚だったりとか味覚だったりとか、いろんな感覚ってあると思うんですけれども、この目線から入る情報だったりとか視覚、すごく大事になってきますので、とにかくそこですね、気にしていただくと重量の伸びだったりとか全然変わってきますので、しっかりと目線も考えてベンチをやっていただくっていうのを大事にしていただきたいなと思います。ぜひぜひチャレンジしてみてください。はい、今回の動画以上です。ファーストのケイタでした。今回もですね、欲しいものリストから見てください。これ北海道、春北海道です。僕めちゃめちゃ寒がりで、常日頃結構厚着して頑張ってるんですけど、それでもまあこの寒い北海道札幌で僕耐えきれないです。この間横浜行った時はもう幸せで、もう本当にあったかくて、まあ体が動く動く。僕が欲しいものリストに入れてるこの北海道っていうのは、背中に貼ってですね、背中の張りを取ってくれたりとか、僕の体のメンテナンスにも非常に役に立っております。
それを送っていただきました。本当にありがとうございます。送っていただいた方がですね、実はこの間の横浜のセミナーですね、ゴールドジムさんでやったセミナーに参加していただいた S さんです。めちゃめちゃベンチ強いんです。なまらベンチ強くて僕負けそうです。正直なんかいろいろと刺激ももらって吸収させていただいてます。この北海道を張ってまだまだ寒いこの札幌を乗り切って、 S さんに負けないようにベンチ頑張ろうかなと思います。本当にいつもありがとうございます。